万引き被害を防ごうと、酒田市のスーパーで不審者への声かけと110番通報の訓練が行われました。この訓練は、商業施設の万引き事案に対する危機感と意識の向上を目的に、酒田警察署とスーパー山沢が合同で行いました。犯人役を警察官が演じ、お菓子売り場から1点を万引きする想定です。従業員は犯人がバッグの中に品物を入れたところを確認した後、声かけを実施。犯人は店の外へ出て車で逃げましたが、従業員はナンバーや車種などを110番通報するまでの流れを確認しました。落ち着いてしっかりできてたなということで、従業員しっかりやってくれたと思います。自分の身の安全を確保しながら、しっかり特徴を覚えて無理はしないということで、あとは警察のようにしっかり情報を伝えるというところを、通報では気をつけていければという。警察によりますと、県内の去年1年間の万引き事案は582件で、そのうちスーパーなどの商業施設が319件と半数以上を占めているということです。万引きが起きない環境づくりというのは大変大切だと思うんですけれども、日頃からお声かけ、お客様に対するお声かけなんてことを積極的にしていただければ非常にいいのかなというふうに思います。